イオンタウン明彩は愛知県名古屋市西区高度町6丁目49番1にあるショッピングセンター。イオンタウン株式会社が管理運営する。1970年11月21日に開業し2005年6月20日に閉店したダイヤモンドシティ明彩ショッピングセンターの跡地に2013年9月6日に開業した。なお、 正式開業前の2013年8月4日に、イオンふるさとの森づくり植樹祭を開催され、同年9月3日にプレオープンしている。屋上にレンタル菜園を設置したほか、趣味、特技を発表するスペースを設置しており、それらを含めてイベントを年間1000回行い、地域住民が楽しみを持って集まるショッピングセンターを目指して開業した。ユニクロなど、 約75店舗が出店している。出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイト、イオンタウン苗材フロアガイドを参照。トーモールでは、地球環境保護と混雑防止の観点から、公共交通機関の利用を推奨しており、マナコなどによって、地下鉄や市バスを利用して来店した買い物客に対し、一定条件のもとで、ピヨンエッグキャンペーンとして、 ポイントを自動車での来店より優遇している。2012年2月28日、大規模小売店ポリッジ法に基づく新設の届け出を名古屋市に提出した。ありがとうございます。